北大水産学部海洋生物科学科開講の分析科学の授業です。化学平衡の条件式の授業1から6回目のうち最後6回目、平衡濃度の計算練習問題を解きたいと思います。ここでは塩化ナトリウムの飽和溶液の濃度を求めたり、水の海離平衡の定数の温度依存性を求めます。あと海洋化学で必須のウィンクラー法による水酸化マンガンの沈殿、あと溶解する条件を計算したいと思います。これまでの授業で化学平衡の条件式を求めました。化学反応の反応前を原型、反応後を生成形と言いました。原型にある物質がラージ A、ラージ B で、生成形にある物質がラージ X、ラージ Y として、その反応のモル比がそれぞれスモール A、スモール B、XY というふうにします。で、化学平衡の条件式というのは、生成系と電系の物質にある標準生成微物エネルギーの合計差イコールマイナス RT かける自然対数のログで、そのログの中に平衡定数が来るんですが、その平衡定数は電系の濃度積を分母、生成系の濃度積を分子に取ったこの割合で、この平衡定数が表されます。濃度積には、濃度に、反応モル比のスモール L などが、スモール A などが、その累乗のところに肩にかかってきます。で、R は気体常数で8.31、T は温度で絶対温度です。で、ここで濃度と言ってしまいましたが、正式には活量です。理想溶液であれば、活量1が、1モルパーリットルに等しい。理想気体であれば、活量1が分圧1アトムに等しいということになります。で、電子の活量1とか、あと水溶液中で水分子が反応に関与するときの水の活量を1にするとか、あと地層や液層反応で固体が存在するとき、反応に関与する固体が存在するとき、その固体の活量を1にするとか、そういった決まりがありますので、この決まりも活用して計算していきます。この授業で扱う練習問題では、水が関与する水の海離平衡の反応式を計算するんですが、その際の水の活量は1にするとか、水酸化マンガンの溶解平衡、あと塩化ナトリウムの溶解平衡を計算するときに、溶液中に溶け残っている固体、その活量を1にするとか、その辺でここの条件、取り扱いの条件を利用します。まず、塩化ナトリウムの溶解平衡の平衡濃度を求めたいと思います。塩化ナトリウムの粉 NaCl を水にドバッと入れる。で、そうするとその NaCl の一部が水に溶けて、ナトリウムイオンや塩化物イオンに乖離する。で、ドバッとたくさん入れたので、溶け残った塩化ナトリウムの固体がその水の中に溶け残っているという、そういう状況を想像してください。で、この反応、左辺、原型に NaCl の固体、生成系の方に水に溶けたナトリウムイオンと塩化物イオンがある、こういう反応式です。で、化学平衡の計算するときには、とりあえずその反応式の下にその物質の標準生成微物エネルギーの報告値を記す化学便欄などでまとめられています。NaCl の固体がマイナス384キロジュールパーモルです。後で何度も言いますが、このキロがついていることを忘れないでください。ナトリウムイオンはマイナス261.9、塩化物イオンはマイナス131.2で、とりあえず生成系の標準生成微物エネルギーの合計マイナス原型の合計を計算しましょう。で、これを計算すると、これが生成系の合計、これが原型の合計、差分を取る。これを計算機で計算してやると、マイナス9.1という値になります。くどいようですが、現段階ではここにキロがついていることを忘れないでください。で、平衡条件の式です。生成系と電系の合計差イコールマイナス RTL、 自然対数のログで、そのログの中は分母に原型の濃度積、分子に生成系の濃度積が来ます。
分母が前提であるということを忘れないでください。あと、ここにマイナスがついているということも。で、それを、その条件式を記したものがこれです。原型は NaCl の固体ですので、分母に固体の活量が来る。で、分子に生成系の濃度積が来る。生成系にはナトリウムイオンと塩化物イオンがありますので、それぞれの濃度をかける。まあ、活量をかける。で、反応のモル比は、まあ、1なので、まあ、1乗がかかっていると思ってください。で、ここで求めたいのは、この溶解平衡にある時のこのナトリウムや塩化物イオンの濃度を求めたい。で、大事なことは、この溶液反応で反応に関与する物質は固体として存在するときは、この固体の活量は1とする、そういう前提条件がありますので、この平方定数のこの分母のところは1となります。で、この1を代入して、この平衡状態の条件式を変形してやると、このようになります。固体の活量1っていうのを代入した上で、ログイコールっていうふうに書き直したもので、で、ここを計算機で計算してやると3.67。で、このログを外す。で、これ、塩化ナトリウムが溶けると、Na プラスと Cl マイナス、同じ濃度ずつできますので、Na 活量イコール Cl マイナス活量というふうにできますので、ここの部分を Na 二乗というふうにします。それイコール3.67。で、ログを外す。で、Na の二乗イコールエクスポネンシャルの3.67。で、これを計算してやると、Na 活量 Cl 活量イコール6.13モルパーリットルっていうふうに計算できます。まあ、実際にはこれ報告値とはずれています。本来はこれ活量を計算するときにイオン強度っていうのを考慮して活量係数っていうのを出さなくちゃいけないんですが、ここはもう飽和溶液にもかかわらず、と理想溶液の条件想定のもとこういうふうに計算した、その結果が6.13です。まあ、本来はイオン強度を考えなくてはいけませんが、この授業ではそこまでは使いません。次に、水の乖離平衡の計算をしたいと思います。水分子の一部が乖離して水素イオンや水酸化物イオンになります。その平衡状態にある時の水素イオンや水酸化物イオンの濃度を求めたい。で、これを計算するにあたっても、まずは原型の水分子の標準生成微物エネルギーを書き出す。生成系にあるのは水素イオンと水酸化物イオンで、水素イオンについては取り決めの通りに標準生成微物エネルギーは0、水酸化物イオンはマイナス157という値が報告されています。それで生成系の合計引く電気の合計を計算してやる。で、その結果はこれです。ここでは、ここ、キロついているところを、ここで外してありました。かける1000しています。生成系がマイナス157と0。で、原型がマイナス237。で、ここもキロを外しています。で、差分を取る。で、これを計算してやると、80かける1000。単位はジュールパーモルです。これが生成系と原型の標準生成微物エネルギーの合計差。で、これを化学平衡の条件式に当てはめていく。化学平衡の条件式はこれのようになっていて、まあ、ここの部分の値は先ほど求めました。で、右辺マイナス RT かける自然対数のログで、その中に入ってくるのが、原型の濃度積が分母で、生成系の濃度積が分子に来る。で、ここで水溶液の反応で水分子がその反応に関与するっていうときには、その水の活量を1とする取り決めがありますので、この分母のところは1が来ます。反応前後で水の量がほとんど変わらなければ、その反応において水の濃度は1、まあ、水の活量は1とするっていう、それを考えると、この水の乖離平衡の条件式っていうのはこのように書き直すことができます。まあ、単にこのログの中の分母を
1としたという。で、ここの水素、まあ、水の乖離平衡の平衡状態において、ここの平衡定数分母1を代入した時のこの水素イオンかける水酸化物イオンの、これを水の濃度積とも言います。あ、水のイオン積。水のイオン積、水であるということで、この W を記しています。で、これを計算してやります。ここはもうさっきのスライドで計算したように、80×10 の10ジュールパーモルという値が出ていますので、それを代入して、水の濃度積、水素イオン×水酸化物イオンの濃度イコールログを外してやって、エクスポネンシャルのこういう値。で、ここがさっき求めた 80×1000。で、マイナス RT。まあ、めんどくさいので、R8 っていうふうにして、T も300っていうふうにしてしまいました。で、これを計算してやると、イオン積 1.1×10 のマイナス14乗という値が求められました。まあ、めんどくさいので300っていうふうにしてしまいましたが、まあ、25度っていうふうに計算してやると、これ1.0になると思います。あと、水素イオン指数 pH についてはこのような式で求めることができます。で、水温25度で、まあ、水のイオン積、まあ、さっき計算したのは1.1っていうふうにしてますが、まあ、報告値としては1.0がありますので、その1.0×10のマイナス14乗の時、どうであるか。例えば水素イオンが 5×10 のマイナス10乗モルパーリットル、つまり pH に換算すると9.31ですが、その時は、ここの水素イオンのところに 5×10 のマイナス10乗という値を代入して、OH イコールというふうにと求めてやると、その値が 2×10 のマイナス5乗モルパーリットルというふうに計算されます。同様にダーッと計算することができる。これは水温25度の時のと水のイオン積を使って、水素イオン濃度、もしくは pH と水酸化物イオンの濃度の計算結果をダーッと記したということです。で、化学平衡の条件式を使って求められるのは、これ、温度に依存するということです。この水のイオン積っていうのは温度に強く依存するということが分かります。で、ここの T のところに5度、277ケルビンかなんかを代入して、この kW 水のイオン積を計算してやると、0.1854×10のマイナス14乗という平衡定数になります。水温25度の時は、これが1.0×10のマイナス14乗ですので、この水のイオン積っていうのは水温に強く依存する。水温25度の時は1×10のマイナス14乗なので、水素イオンが10のマイナス7乗の時、水酸化物イオンと濃度が一致する。pH7 の時に完全に中性になる。それは水温25度の時でしたが、水温5度の時に中性になる条件を探してやると、これです。pH7.37、つまり水素イオン濃度 0.43×10 のマイナス7乗の時に、水酸化物イオンが同じ濃度になる、中性になる。まあ、温度によってこのように変わるということを知っておいてください。あと、計算の仕方も知っておいてください。次、最後の練習問題ですが、これは水酸化マンガンの溶解平衡濃度を求めようということです。これを例題に出した理由は、海洋化学では海水中の溶存酸素をウィンクラー法で求めます。まあ、これちょっとウィンクラー法の例ですが、これ酸素瓶に海水を満たして、まあ、気泡がなくなるようにオーバーフローする。で、この瓶の中に海水を満たしたら、海水中の酸素を固定するための固定液1を入れる。で、固定液1を入れると、まあ、その中にマンガンイオンがあるんですが、で、その後に固定液2として水酸化ナトリウム溶液を入れる。で、そうすると、このマンガンイオンが入った状態で、この海水の pH が上がると水酸化マンガンの沈殿ができる。で、その後、蓋をしてよく混ぜて、海水中の酸素と水酸化マンガンを結合させるんですが、で、その沈殿をそこの方に溜める。
で、その後に十分沈殿がそこに溜まった後に、この中に塩酸を入れる。で、塩酸を入れてこの沈殿を溶かす。で、ここで計算したいのは、この水酸化マンガンがどのような条件で沈殿するのか、もしくはどのような条件で再溶解するのか、それを調べたいと思います。ウィンクラー法での水酸化マンガンの溶解平衡で、溶解平衡の反応式はこのようになります。水酸化マンガン、2価の水酸化マンガン MnOH2 で、これが溶解すると2価のマンガンイオン Mn2 プラスと2つの水酸化物イオンになります。で、反応式の下にそれぞれの物質の標準生成微物エネルギーを記す。で、水酸化物イオンについては、反応モル比2がついてますので、標準生成微物エネルギーの157.2に2をかけてやる。で、お約束のように、生成系の合計引く原系の合計を計算する。で、ここではもうここの段階でキロを外していますので、計算結果は 73×10 の3乗、ジュールパーモルになります。で、これを溶解平衡の条件式に代入して、溶解平衡濃度の計算をします。溶解平衡、化学平衡の条件式、板形はこれです。で、先ほど求めた微物エネルギーの合計差がこれ。で、これを溶解平、まあ、化学平衡の条件式に代入する。微物エネルギー差が 73×10 の3乗で、マイナス RT かける自然対数のログで、そのログの中に原型と生成系の濃度積の割合で、分母が原型の濃度積で、原型にあるのはこの水酸化マンガンの固体です。で、生成系にあるのがマンガンイオンと水酸化物イオン。で、これらの濃度積なんですが、マンガンイオンの濃度かける水酸化物イオン濃度の2乗が来ています。この2乗を忘れないでください。で、この2乗というのは、この反応モル比に水酸化物イオンについては2がついているので、濃度積のところには2乗がつく。で、分母にこの反応に関与する固体である水酸化マンガンが来るんですが、と水溶液反応で反応に関与する固体の濃度、活量は1とするという決まりがありますので、この分母には1を代入します。その1を代入した上で、ログを外していって、マンガンイオンかける水酸化物イオンの2乗イコールログを外したもので、エクスポネンシャルのマイナス29.45という値が出てきて、エクスポネンシャルを計算してやると、それが 1.6×10 のマイナス13乗という値が出ます。これを何溶解性物質の平衡定数で、溶解平衡定数を溶度積とも言います。溶解度積とも言います。で、これからどういう計算ができるかというと、この水酸化マンガンを含む、水酸化マンガンの固体を含むと水をアルカリ性の pH10 というふうに保ってやるとどうなのか。pH10 というのは、水酸化物イオン濃度10のマイナス4乗モルパーリットルですので、ここの溶解平衡の条件式の OH のところに10のマイナス4乗を代入してやると、その時の水酸あマンガンイオンの濃度は 1.6×10 のマイナス5乗モルパーリットルというふうに計算されます。で、これが意味するのは、マンガンイオンをと溶鈍酸素瓶に、入れた後、その水を pH10 に上げてやれば、その水の方に溶けるマンガンイオンというのは 1.6×10 のマイナス5乗モルパーリットルしかない。なので、固定液として加えたマンガンイオンのほとんどが水酸化マンガンの固体として沈殿するという、そういう計算結果が得られるわけです。で、次に、その水酸化マンガンの固体がと存在する酸素瓶に塩酸を入れると、どれくらい塩酸を入れるとその水酸化マンガンが溶けるだろうか。例えば中性の pH7 で、水酸化
物イオンの濃度はその時10のマイナス7乗モルパーリットルですので、でこれをそれをこの式に代入してやれば、マンガンイオン濃度 1.6×10 の10、あ、1.6×10 モルパーリットルという計算になって、アルカリ条件下で沈殿していた水酸化マンガンは pH7 以下にするとほぼすべて溶解するということが分かります。で、ウィンクラー法では、まあ、過剰量の塩酸を入れるんですが、ディオ瓶にと塩酸を加えて、この水酸化マンガンをすべて溶解させるという操作をします。まあ、これら辺がそのどういう条件で水酸化マンガンが溶けるかっていう、その計算例です。まあ、実際にはとイオン強度とかも考えなくちゃいけないので、この通りではないとは思いますが、まあ、計算の原理はこのようになります。あと、ウィンクラー法では、酸化水酸化マンガンや酸化の水酸化マンガンの沈殿もありますので、実際にはもうちょっと pH を下げてやらないと沈殿がすべて溶解するということは起きませんので、それで過剰量の塩酸を加えています。以上になります。